じゃあ山形城のお堀のところまでやってきましたんで、じゃあここ入っていきたいと思いますが、道がわからない。これか。北海道人あるあるの、なんかとりあえず歩けるところは全部歩いちまえっていう、そういう感じですかね。そして、お堀の水もなんかすごく、結構大きいですよね。さっき言った仙台城の長沼とか五色沼とかよりも大きいですよね。だから仙台は、伊達家、割とその勢力のあった大名、760何万石ですか、財産持ってた大名ですけど、ここはやっぱり幕府に、本当に徳川家の親戚の松平家が持っていた、まあ主に治めてた、それからあと最上なんとかってすごい、その戦国武将としては有名な、そういう方が治めてたところがだけあって、もう立派だなっていう、そういう感じします。まあでもここ本丸のお堀ですからね。本丸だから、あと二の丸とか三の丸とかあったと思うんで、まあ日本の現在のお城あるあるで、まあ、本丸はとりあえず残ってるという、そういうパターンですね。花城公園と今名前がついている霞の城と書いて花城と言いますけれども、今いるのがこの現在地、上に書いてますけれども、南追手前広場公園、南追手門というところだそうです。なんかね、本当にすごい整備されてる感じで、今はここ使って敵が攻めるってことがないので、多分降りれるようにちゃんと整備もされてますけれども、釣りとか、まあ、ボートができるっぽい、なんかリール使った釣りは NG みたいなことさっき書いてましたけどね。これなんか直角にこう折れるのは何だか、まあ、絡めてもんとかなんか言うんですかね。なんかこっちとこっちからなんか攻められるし、こっちにも配備すればみたいなのがありますけども、よいしょ。二の丸の南大手門跡だそうです。で、花城公園入ります。東大手門矢倉公開中、4月から11日。まあ、朝はともかく午後何時まで？午後4時まで？あ、午後4時までやってるんだ。どこだ？今、南のここでしょ？南のここで、東だからあっちか。東大手門矢倉って、これだ。4時か。あと15分だね。行けるかな。で、私が今行きたかったのは、もうすぐ横なんですけど、体育館が今、さっきからちらちら見えてましたけど、この横にある、山形市郷土館、旧済生館本館で国の、指定文化財なんですけれども、こいつ行こうと思ったんですけども、多分そんなにあれだから、ちょっと先に行ってみるだけ行ってみますか。もう15分だから入れないかな。いやでもすごいな、まあ、北海道にはとにかくこういう、あ、でもここは後の人がこう整備したなという、そういう跡ですけれども、階段なんか作っちゃってあるあるですね。これが多分山形体育館だと思います。だからまあ時代とともにそのこういうところの役割、まあ、だから家康だってその戦国のお城からまあ太平の世になるであろうということを全部見越して、まあそのいろんなお城をやっぱりそのなんか平和な時にどういうふうに使うかっていうのを結構考えたとことがあるらしいというのはなんか聞いたことありますけれども、本当かどうか分かんないんですけどね。あの人でもかなり先見の目はあった人なんで、だからあの人のやり方を崩した途端に、例えば参勤交代の期間を短くした途端に大名たちが力を持ってとかなんかあったね。やっぱあの人やっぱりすごい戦略家だったんですよね、きっとね。この建物もなんかもうちょっときちっとなんかメンテして頑張ってあと20年ぐらいやれば結構いい建物になると思いますよ、歴史的に。そろそろあの時代のいわゆる60年代70年代に一生懸命作った建物が割と希少になってくるかな。まあいい建物が残るとも言いますけどね、まあいいものはいいと思います。残るかどうかはいい悪いとそれは別ですからね。これなんか空堀っていうんですか、水の入ってないお堀、あそこにたくさん石が積んでありますけれども、あれはなんか石垣の補修でもするのかな、一回崩したりするじゃないですか。でなんかどこにどの石があったかで全部なんか記録が取ってあって、だからなんか下手に資料とか触らなくてもちゃんと専門家に任せておけばいくらでも補修ができるようになってるって、熊本地震でちょっと石垣が崩れた時にそんなこと言ってました。でも熊本地震のどこの櫓だっけ、なんだか櫓だったの、角っこの
石積みだけ残ってなんか奇跡的に崩壊しないで済んだってあったじゃないですか、ギリッギリのところで。あれもすごいですよね。あれもなんていうかな、加藤清正でしたっけ、結構考えに考え抜いたんだろうなとは思いますけれども、ああいうの分析したら多分なんか今こういう発想はないんじゃねみたいな、そういうところなんか出てくるのかもしれません。あ、もうすごいです、もう本当に北海道にこういうところないから、もう本当北海道にこういうのないから、こういうの見て回れるだけでもへへへって感じですよ。ちなみにお城自体は、あの外自体は24時間空いてるっぽいので、閉まってしまうところだけ行きましょうか。加城本丸、何こう、あ、野上義満公か、義満公の桜の花って書いてある、大川って書いてますけど、なんかこういうような建築って最初確か丹下健三が1958年ぐらいに香川県庁に取り入れたんですよね。香川県庁の庁舎がこんな感じで、今それ残すか残さないかでなんか揉めてるっぽいようなことはだいぶ前だったかな言ってますけれども、残せばいいんじゃないですかって感じですけどね、ちゃんと保存するなら。そしてこういう橋とかも、まあ修復はしてるんだろうなっていうよくわかりますが、こっから本丸に入るのかなっていう感じですね。山形市武道館からこちらの方を折れまして、ここにあります山形市郷土館が、あ、ちょっとここに行きたかったんです、目的は。で、まあ、ここにも説明書いてます。これ、国の指定重要文化財で旧厚生館の本館で、まあ、昭和41年66年に指定されたそうですけれども、もともとは県立病院だったんですね。1878年に、建てられた、明治10年に建てられた県立病院だそうですけれども、でそれで、三条実富さん、結構あちこちで言ってるのは再生館と命名されてますということです。で現在は山形の郷土資料館として入場無料で入れて、今日も入れますということなんで、早速入らせていただきましょうかね。入館者事務所、今回もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。チャンネル登録、高評価、ぜひよろしくお願いいたします。また概要欄より太郎の雑学カフェに飛ぶこともできますので、そちらもぜひご覧ください。今回もご視聴いただきましてありがとうございます。また次の動画でお会いいたしましょう。